演舞開演。どうも、本日はこちらドミノピザのサイドメニュー3種を食べたいと思います。こちらがフッキンナゲット、フライドチキン、ポテトフライですね。本当は照り焼きチキンにしてたかったんですけど、残念ながら売り切れでしたということなので、まあ、ごにても仕方ありませんしね。では付属のソースを、いやソースじゃなくてケチャップだな、ケチャップをいい色ですね、やっぱり。まあ、皿のとろめと逆なんですけどね。そしてナゲットにはバーベキューソース、これ2つもいるかな、ソース。ではまずこのフライドチキンからいただきます。じゃあソースな、小さい骨付きってやりにくいな。一口サイズで食べやすいと思ったんですが、骨があったのはちょっと残念でしたね。小さめのフライドチキンでは骨はない方がいいかもしれません。もっと大きなだらかぶっていけたんですけどね。鶏肉自体は旨味がジューシーでとっても美味しかったですよ。では続きまして、こちらチキンナゲットいただきます。自分はカリッとしてる方が好みなんですよね。こちらはシンプルかつジューシーな鶏肉の旨味をたっぷり感じることができましたね。ふにゃ、ちょっとしなっとしている、いや、ふなっしなっとっていうのはいや、ふんわり系のナゲットなんで、自分はもうちょっと硬い方が好きかなとも思ったのですが、まあ美味しかったです。そしてラストはこちらのポテト、はぁ、結構太めですね。こういうの好きなんだよね。ではいただきます。ホクホクで、これが一番好みです。ホクホクとした食感が分厚いポテトから感じることができて、結構噛み応えがあって満足感を得られて、とっても美味しかったです。ファストフード店のポテトもこれぐらい太い方が自分は好きだなぁと思えるぐらい美味しいポテトでした。ファストフード店のポテトで勝負してみてもいいかもしれませんね。このポテトとスカで包んだらなんかすごいのできそうです。というわけで最後のポテトが美味しかったので、こちらのテストと見てみました。もちろんフライドチキンやチキンナゲットも美味しかったですけど、それだったら4点だったかな。春松や心躍るを桜の木桜が咲くのを待ってるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。